はい、119番です。火事ですか、救急ですか？救急です。救急ですね。救急車を向かわせる住所を教えてください。はい、横手市横手市上里1丁目。はい、お父さんが倒れたんですね。はい、はい、今呼びかけに反応はありますか？反応ありません。反応ありませんか？呼吸はしていますか？呼吸はしていません。はい、わかりました。今救急車の方出動させましたので、もう少し詳しくお話を聞かせてください。はい、今お父さん呼吸してないってことだったんですけれども、もう一度お父さんの胸とお腹をよく確認してもらってもいいですか？はい、確認します。はい、こんにちは。横手市消防本部救急救命士の羽口です。それでは救急車の紹介をしていきたいと思います。こちらは AED です。電気ショックを行う医療機器です。電源入れます。成人ポードです。解析します。体に触らないでください。心電図を調べています。体に電気ショックが必要です。体から離れてください。電気ショックが必要です。離れてください。接続しているショックボタンをしっかりと押してください。ショックします。電気ショックを行いました。体に触っても大丈夫です。直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。こちらは患者モニターです。患者さんの血圧などを測定します。こちらは人工呼吸器です。
ちらは吸引器です。口の中の異物を取ります。こちらはバックバルーンマスクです。酸素をつないで人工呼吸を行う機械です。こちらは喉頭鏡です。窒息しそうな時、口の中の異物を確認します。喉頭鏡、よし。よし。バックバルーンマスク、よし。こちらは自動心臓マッサージ機です。深さ、テンポ、絶え間ない良質な胸骨圧迫を行う機械です。自動心臓マッサージ機設定よし、始動。こちらは救急救命処置を行う機器材です。私たち救急救命士は医師の指示のもとに特定行為と呼ばれる医療行為を行います。胸の左下に貼ります。
です。患者に触れないでください。皆さん離れてください。ショックが必要です。充電中です。患者から離れてください。離れてください。ショックを実行します。オレンジボタンを押してください。ショックをします。ショックが完了。心肺蘇生続きます。一時中断中です。必要なら心臓マッサージと人工呼吸をしてください。どうしました？大丈夫ですか？どうしました？大丈夫ですか？反応ありません。誰か来てください。人が倒れています。はい。あなたは119番へ通報してください。 AED を持ってきてください。なくても戻ってきてください。わかりました。呼吸の確認。普段通りの呼吸ありません。胸骨圧迫。患者の胸に装着してください。パッドを貼ります。ランプが点滅しているソケットにパッドのコネクターを接続してください。胸の右上に貼ります。パッドを装着してください。コレクターを接続してください。胸の左下に貼ります。ランプが点滅しているソケットにパッドのコネクターを接続してください。パッドを装着してください。コネクターを接続してください。ショックが必要です。充電中です。患者から離れてください。離れてください。ショックを実行します。オレンジボタンを押してください。ショックをします。患者から離れてください。ショックを実行します。ショックが完了しました。一時中断中です。必要なら心臓マッサージと人工呼吸をしてください。ショックが完了しました。心肺蘇生続きます。一時中断中です。必
要なら心臓マッサージと人工呼吸をしてください。以上で救命講師を終了します。今日は今日習ったことを皆さんはもし目の前で倒れている人がいたら思い出してしっかりと胸骨圧迫するようにしてください。わかりましたか？はい。以上で終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日さ、帰りに横手公園行ったね。なんでだよ、今日は帰ってゲームするんだよな。そうそう、いいじゃないか。今日友達からさ、横手公園に無限列車があるって聞いたんだよ。見に行きたくね？無限列車？そうそう、無限列車。無限列車ってあの、鬼滅のか？そう。バカだな、お前。無限列車なんてあるわけないだろ。あるのは SL 機関車だよ。無限列車なんてアニメの中の創作だよ。わかってるよ、それぐらい。それに、あそこには侍の幽霊が出るって噂もあるらしいし、行かない方がいいよ。そんな。面白そうだな。え？行ってみようぜ。行こう行こう。え？お前も行くんだよ。レッツゴー！わかったから、話してよ。あった！無限列車だ！映画で見たまんまじゃん！おお、本当に機関車があるんだな。これはね、T51 といって、昔実際にここ横手を走っていた機関車なんだよ。デゴイシという愛称でみんなに親しまれていたらしいよ。へえ、そうなんだ。なんだお前、詳しいな。当たり前だよ、君とは違うからね。あんまり調子に飲んじゃねえぞ。ねえ、せっかくさ、ここまで来たからさ、近くの横手城も見に行かない？あそこもなかなかいいって聞いたよ。お、いいな、行ってみようぜ。よし、行こう。
や、横手城もかっこよかったね。横手の街並みも見渡せたし。そうだったな。次来るときは、巴とアッサも連れてこようぜ。そうだね。カメラも持ってこようよ。いいね。あ、ちょっと待って。誰かいない？もしかして幽霊じゃないよね。バカ。まだ幽霊が出る時間じゃないだろ。人だよ。あれ？あれってもしかして煉獄さん？落ち着けって。待って。後ろから誰か来る。あれ？鬼滅の映画じゃない？ちょっと静かにしろよ。バレちゃうだろ。準備はよろしいでございますか。煉獄師、あがたし。おう、大丈夫。今練習しちゃった。よろしくお願いします。鬼滅の刃、竹内編。フィナーレでござるか。撮影、よろしくでござる。あがたでござる。よろしくでござる。あがたでござる。あがたでござる。こちらに立っていただいて、よろしくでござる。練馬さん、こちらで。ここでよろしくでござる。ここでよろしくでござるよ。では、いつも通り、それがしの盛り上げにね、よろしく頼むでござるよ。さあ、やってきました。鬼滅の刃、無限列車編、フィナーレ。無限列車の苦難を乗り越えた一行の前に現れたのは上弦の差、アーカーさん。果たして、煉獄は子供たち一行を守ることができるだろうか。次回、煉獄対アーカーさん、冬の方、煉獄編、スタート。俺は健康が大嫌いだ。健康な奴を見ると虫唾が走る。俺と君とでは体脂肪率が違うようだ。そうか、ならば素晴らしい提案をしよう。お前もメタボにならないか。ならない。俺は救命柱煉獄煉十郎だからだ。煉十郎、なぜお前がメタボの領域に踏み入れられないか教えてやろう。それは不摂生をしないからだ。お菓子も食べ放題、食べた後に寝たってもいい。メタボにならないか、煉十郎。ならない。俺とお前とでは体脂肪率が違う。俺は絶対にメタボにはならない。そうか、ならば俺がメタボにしてやろう。欲しいかな、赤座氏、煉獄氏。頼むでござるよ。
俺は俺の責務を全うする。俺は絶対にメタボにはならない。救命の呼吸奥義素晴らしい闘気だ。一瞬の隙もない。お前もメタボになろう、連中郎。体脂肪を燃やせ。限界を超えろ。俺は救命柱、煉獄連中郎、黒方煉獄。おいよし、意識の確認だよな。頼む。わかりました、わかりました。やべえやべえ、これ赤さ心肺停止じゃん。どうしよう、俺消防職員なんだけど。本当は俺がやらないと。落ち着け落ち着け。俺わかりました。反応がない。次は何だっけ。しっかりしてくれよ。落ち着くんだ少年。次は呼吸の確認だ。反応がなければ呼吸の確認をする。胸とお腹の動きを10秒以内で確認するんだ。頼む。わかりました。呼吸の確認。はい。君は119番をするんだ。ここは横手公園、市外局番にいらない。そこの君、はい、君は AED を持ってくるんだ。AED がなくても必ずここに戻ってくるんだ。はい。呼吸がありません。呼吸がない。ならば次は心臓マッサージだ。わかりました。心臓マッサージは救急車が到着するまで1、2、3、タイマーが続けるんだ。そうね。6、いいぞ。10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34。あ、もしもし、救急車をお願いします。はいはい、場所は横手公園です。はい、30歳くらいのあの男の鬼の人が倒れています。あ、そうです、鬼です、鬼。はい、意識はないんです。はい、お願いします。マッチ行きました。 AED も行きました。そうだよ、 AED は使えるか。 AED 使えます。では任せた。よし、頑張って。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 
それでも君たちは勇気を持って倒れた人に手を差し伸べたんだ。正しいか間違っていたか、それは誰にもわからない。ただ一つだけ言えることは、君たちが行動をしなかったらあいつは助からなかっただろう。間違いないですね。最近アニメのキャラクターになりきって小学生に声をかけるじゃんが多いんですよ。署までご同行お願いできますか。え、俺やろ離せ離せ、俺は大丈夫だ、ヒーローだ。
これから新型コロナウイルス感染症対応についてお話をします。新型コロナウイルス感染症が登場してから、毎日ニュースや情報番組で取り上げられる多くの情報がもたらされています。その中で感染者や重症者の数に注目したいですが、大事なことは一人一人がいかに感染しないように日々行動するか、そして感染を広げないためにどうすればよいかということを考えることだと思います。今日はこれまでの感染症の歴史を振り返りながらお話ししたいと思います。これまでの感染症の歴史を見てみますと、スペイン風邪は今から100年ほど前の1918年から20年にかけて流行し、その後アジアインフルエンザ、香港インフルエンザが流行しました。1980年代にはエイズがあり、現在は落ち着いてコントロールできるようになってきています。2003年に重症急性呼吸器症候群 SARS、2012年中等呼吸器症候群 MERS がありましたが、日本は水際で防ぎました。2009年から10年の新型インフルエンザがメキシコで発生し、豚が感染するインフルエンザで死亡者が出たことで大騒ぎになりましたが、その後日本でも発生しました。結局これは季節性インフルエンザによって収束しましたが、一時全国に混乱をもたらしました。スペイン風邪について見てみたいと思います。1918年から10年にかけて流行し、世界の人口18億人の 30% が感染し、全世界で5000万人以上の人が死亡したとされています。スペイン風邪の流行は第一次世界大戦の後半と重なっており、この大戦による戦死者が1000万人だったことを考えると、実にその5倍の人々がスペイン風邪で命を落としたことになります。スペイン風邪は患者1人が2から3人に移す感染力があったとされ、パンデミックとなって世界で多数の死者を出したことなど、今回の新型コロナウイルス感染症とよく似ています。感染収束までにはおよそ2年かかり、3つの流行の波があったようです。1つの波の期間は長くても6ヶ月で、猛烈な感染のピークは2から4ヶ月でした。ちなみに日本では感染者数が2380万人、当時の日本人口は5473万人なので、およそ人口の半数以上が感染しました。また死亡者が22万人から38万人と言われています。世界の致死率は 2.5% 以上、日本は1から2% と低い致死率でした。神戸は貿易港、京都は修学旅行、青森は北海道への玄関口ということで流行が目立ったようです。政府要人の感染も相次ぎました。しかし当初、集会やイベントの制限もほとんどなされていませんでした。これが感染を広げた可能性があったと考えられています。大正時代のポスターです。政府や東京都知事から出ていました。左側のポスターは汽車、電車、人の中ではマスクせよ。外出の後はうがいを怠るな。右側は一部欠けていますが、うがいせよ、朝が夕なにと書かれています。そしてこの時から日本人がマスクする習慣が広まったそうです。また、人の闇につけ込んだマスクの便乗値上げ販売が行われていたと記録が残っています。スペイン風邪をまとめると、この時代はまだ抗生物質やワクチンもありませんでした。人の移動や密集が流行を拡大し、そして流行は一つの波では終わらず、集団免疫を獲得するまで繰り返し流行が起こったということです。当時の対策は患者の隔離、接触者の行動制限、個人衛生、消毒と集会の延期で、多くの人が集まる場所では、自発的に、あるいは法律により、マスクを着用し、一部の国では公共の場所で、咳やくしゃみをした場合は、罰金刑につながったり、投獄されたりしました。また、学校を含む公共施設はしばしば閉鎖され、集会は禁止されました。さて、ここから新型コロナウイルス感染症の話になります。2019年12月、中国湖北省武漢市で肺炎患者の集団発生が報告されました。武漢市の封鎖などの対策にもかかわらず、感染は世界に拡大しました。日本では2020年1月16日に初めて患者が報告されました。感染症法はウイルスの危険度に応じて1から5例に分かれています。新型コロナウイルスは国内に入ってきた段階で特性が十分に分からなかったことから、政令で二類扱いとし、2021年2月に法改正で
1から5類とは別の新型インフルエンザ等感染症に指定しました。新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを結核や重症急性呼吸症候群、SARS 並みに危険度が高い、二類相当の位置づけになりました。そのため、感染した場合は入院を指示されたり、濃厚接触者を特定するなど、保健所の調査への協力を求められたりします。流行が広がれば、緊急事態宣言や防止等重点措置が適用され、外出自粛、要請や一身食店の営業時間短縮など、制約ある生活を強いられます。一方、国が検査や治療の費用を全額負担することになります。現在、感染拡大の一方で、重症化率が低いことから、2類相当から5類への格下げが議論されているところです。現在の流行状況ですが、2020年2月以降、減少傾向は続いてきましたが、6月下旬から再拡大してきており、第7波に入りました。第5波はオミクロン株によるもので、BA1 から BA2 に置き換わりが進み、その後 BA3、BA4 なども出現しました。7月に入り、日本各地で BA5 が確認され始めて、またたく間に置き換わりが進み、感染者も急増してきております。変異株についてお話しします。ウイルスは生存戦略として環境に適応するために遺伝子を変化させると言われています。ウイルスは細菌とは異なり、自力では増殖できないので、人や動物など他の生物の細胞の中に侵入し、ウイルスの遺伝子が大量にコピーされます。何度もコピーを繰り返すうちに遺伝情報を受け持つ RNA と呼ばれる物質の配列にごく小さなミスが起こります。このコピーミス、いわゆる遺伝情報の変化を変異と呼びます。RNA の文字が書き換わるとアミノ酸基が変わり、タンパク質の形が変わります。ウイルスは人から人に感染を広げる中で少しずつ変異を起こしていき、この変異したウイルスは変異株です。変異株に共通しているのは、ウイルスのスパイクタンパク質という突起の部分の遺伝情報に変異が起こっていることです。このスパイクタンパク質は、新型コロナウイルスが人の細胞に感染する際の足場となる極めて重要な部位です。昨年12月からはオミクロン株が主流になり、変異株が次々と起きています。特徴ですが、潜伏期は2から3日、暴露から5日程度での発症が大部分で、感染させる期間は発症2日前から発症後、7から10日間程度と言われています。一般には一度罹患するとかかりにくくなりますが、オミクロン株、以前に罹患した方は、オミクロン株に感染することがあるということです。一方、オミクロン株 BA1、BA2 に罹患した人は、BA5、BA4 にかかりにくいようです。これが日本で現在 BA5 の大流行になっている原因とも言われています。BA5 は BA2 より感染力が 1.2 から 2.4 倍強くなっていますが、重症度に変化はないようです。ワクチンの有効性は BA4、BA5 に対しても同等にあります。オミクロン株での発症時の症状は、発熱、呼吸器症状、倦怠感の順に多いと言われています。感冒用症状の頻度も増加しています。また、味覚や嗅覚障害は少ないことが言われています。以前は肺炎になりやすいと言われていましたが、オミクロン株は肺炎にはなりにくいようです。ただし BA5 では肺で増える可能性も言われています。小児未成年との注意点ですが、小児は一般に軽症ですが、重篤な基礎疾患を認める場合は、重症化に注意が必要と言われています。また、新型コロナウイルスに感染した20歳以下の方には、稀に見られる疾患で小児多系統炎症性症候群があります。感染から2から6週間後に、全身炎症が起き、心臓など複数の臓器の働きが悪くなるなどして、海外では死亡するケースも報告されています。患者の2から6割には全身の血管で炎症が起きる、川崎病と同じような症状が見られています。過剰な免疫反応の影響が考えられていますが、メカニズムは不明です。今後感染者数の増加とともに増加する可能性があります。オミクロン株以下の後遺症ですが、咳、倦怠感は多いものの、味覚障害、脱毛の割合は低くなっています。イギリスの報告では、オミクロン株では後遺症が起こる割合は 4.5% で、デルタ株の 10.8% に比べて半数以下となっています。後遺症についてはなぜ起こるのかといったことはまだ分かっていません。スペイン風邪、そして2020年から流行している新型コロナウイルス感染症について説明してきました。感染対策はということですが、
何度も聞いてご存知かと思いますが、感染対策その1、感染予防。その経路は主に3つあり、空中に浮遊するウイルスを含むエアロゾルを吸い込むことで感染するエアロゾル感染。ウイルスを含む飛沫が口、鼻、目などの露出した粘膜に付着して感染する飛沫感染。ウイルスを含む飛沫を直接触ったか、ウイルスが付着したものの表面を触った種子で露出した粘膜を触ることで感染する接触感染があります。このエアロゾル感染ですが、明確な定義はなく、空気感染と飛沫感染の中間的な概念として使用されています。飛沫は水分で覆われている5マイクロメートル、0.005 ミリメートル以上の粒子を得ます。一方、空気感染では水分を含まない5マイクロメートル未満の粒子、飛沫核とも言いますが、病原体そのものが漂っている状態です。空気感染するウイルスは、マシン、熱暴走、結核が知られています。エアロゾル感染では、水分を含む5マイクロメートル未満の粒子が漂います。エアロゾルは、1回の咳で約700個、1回のくしゃみで約4万個発生します。大きさによって異なりますが、2から3時間ほどは空気中に浮遊するそうです。一方、飛沫は水分の重さにより、空気中を漂う時間は非常に短いので、その影響は短時間です。くしゃみなどの場合、平均 1.5 から2メートルほど飛んだ後、5秒以内に地面に落ちます。ソーシャルディスタンスを2メートル空けましょうと提唱する根拠は、飛沫が届く範囲が約2メートルほどとなります。この表は、豊橋技術科学大学が公表したものです。まず、マスクをしていない人の吐き出し飛沫量を 100% として、サージカルマスクとして使われる不織布マスクをすると 20% になるとのことです。続いて、布マスク、ウルタンマスクの順で効果が落ちていきます。一方、吸い込み飛沫量についても、不織布マスクは 30% に減らすことは明らかとなりました。不織布マスクの効果が一番高いとの結果でしたが、一方で、テレビでよく見るマウスシールドはほとんど効果がないことが明らかとなりました。フェースシールドは飛沫が眼球に飛んでくることを予防するために作っています。空気感染で使われる医療用の N95 マスクをこの表に当てはめると、吐き出し飛沫量は 1%、吸い込み飛沫量は 2% になります。マスクは細菌やウイルスを完全に防ぐものではありませんが、感染を防げないという目的では一定の効果があると言われています。一人がウイルスを持っていた場合、どのような状況で感染しやすくなるでしょうか。換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話や発生する密接場面、いわゆる3密に注意しなければならないということになります。これらが揃うところではクラスター、一度に5人以上が感染するリスクが高いということになります。具体的に感染リスクの高まる場面を挙げると、次のようになります。飲酒を伴う懇親会など、大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わりでトイレや更衣室などでの会話が挙げられます。いずれも感染対策を十分に行えない場面で、できれば避けることは賢明な選択と思います。感染対策とともに、ワクチンは病原体を体内に入れて免疫をつけることで、病気になるのを防いだり、重い症状を引き起こすのを防ぐために接種します。これまで生ワクチンや不活化ワクチンが使われてきました。新型コロナウイルスに対しては、メッセンジャー RNA ワクチンが作られました。当初、メッセンジャー RNA ワクチンは発症を防ぐのであって、感染そのものを防ぐかどうか分かっていないと言われていましたが、感染を防ぐ効果も分かってきました。これはウイルスが感染する仕組みですが、ウイルスの表面には、トゲのような突起、これをスパイクタンパクと言います。これが人の細胞の受容体にくっついて感染が成立します。一方、抗体があるとウイルスの突起であるスパイクタンパク質にくっついて、人の細胞に結合するのを邪魔して感染を阻止することになります。抗体についてもう少し詳しくお話しします。抗 S 抗体とは、ウイルスの外側にある突起に対する抗体で、新型コロナウイルスの感染やワクチン接種に上昇します。中和抗体とも呼ばれ、新型コロナウイルスから身を守る力があるかどうかわかる抗体で、
新型コロナウイルスの感染やワクチン接種により上昇します。正確にはスパイクタンパク質の受容体結合部位 RBD という部分、ウイルスが人の細胞に侵入するために必要な部分で、中和抗体がそこに結合する抗体です。抗 N 抗体とは感染者のみが持つ抗体で、コロナウイルスの遺伝子を包む殻である N タンパク質、ヌクレオカプシドタンパクに対する抗体です。新型コロナウイルスに感染すると上昇し、ワクチン接種では上昇しません。ワクチンによって誘導されるのは抗体産生だけではなく、感染した細胞ごとウイルスを排除するリンパ球、キラー T 細胞も誘導されます。これまで使用されていたワクチンは、ウイルスの一部のタンパク質を人体に投与し、それに対しての免疫ができる仕組みでした。今使っているファイザー社及びモデルナ社のワクチンは、メッセンジャー RNA ワクチンと呼ばれ、新型コロナウイルスの突起の部分であるスパイクタンパク質の設計図となるメッセンジャー RNA を脂質の膜に包んだワクチンです。このワクチンを接種し、メッセンジャー RNA が人の細胞内に取り込まれると、このメッセンジャー RNA をもとに細胞内でスパイクタンパク質が産生され、そのスパイクタンパク質に対する中和抗体産生や細胞性免疫応答が誘導されることで、感染症予防ができると考えられています。ワクチン接種でできる抗体は、ウイルスのスパイクタンパク質に対する結合性が高く、ワクチン接種で得られた中和抗体は、事前感染で得られた抗体よりも反応性が幅広く、複数の変異株を中和できます。ワクチンを追加接種することで効果を高めることができます。これをブースター効果と言います。ワクチン接種は質の高い免疫を得るために必要です。とは言っても、ワクチン接種をためらう方は少なくありません。ワクチンを打つ利益には、例えば自分自身がコロナに感染して重症になることを防げること、周りの人に感染を広げないこと、学校で安心して過ごすことができるといったことがあります。一方で、病気との戦いで有益なワクチンですが、体内に病原体を入れることで望まない体の反応、アレルギーやアナフィラキシーなどの副反応が起こることがあります。では、どのような方を打った方がいいでしょうか。例えば、重い喘息で病院に通っているなど、もともと病気がある場合は、ワクチンを打った方が良いと思います。そうでない場合は、自分の生活スタイルや家族のことを考えて判断していってください。習い事やクラブ活動、スポーツをして、いろいろな人が集まる場面が多い子供さんは、自分を守るためにワクチンを打った方がいいかもしれません。おじいさんやおばあさんと暮らしている場合、子供がワクチンを打つことで、おじいさんやおばあさんを守ることができます。子供さんは、はしか、風疹など、いろいろなワクチンを打っていて、そのおかげで、今、健康な生活を送ることができています。新型コロナワクチンも、他のワクチンと同じように考えてみてはいかがでしょうか。日本でのワクチン接種率は、7月28日時点で、1回目 82%、2回目 80.9%、3回目 62% となっていますが、世代別に見ると若い世代ほど接種率が下がっている状況です。一般に社会全体の 70% の人が免疫を持つと集団免疫を持ったといいます。スペイン風邪のところで集団免疫を得るまで終わらないと言いました。自然感染とワクチン接種により国民の大多数が新型コロナウイルスに対する抗体を持つ国が多数あるにもかかわらず、一向に感染は収束しません。イギリスの報告では、2020年暮れからワクチン接種を開始、2021年7月に感染者とワクチン接種者が持つ抗 S 抗体陽性者が8割を超えたため、社会的規制を解除しました。8月にはそれは 97.5% に達しました。この時、感染者のみが持つ抗 N 抗体は約 20% でした。規制全面解除後の新規感染者を見ると、オミクロン株の登場もありましたが、2022年3月22日には解除前の3倍の10万人に達し、ワクチン接種だけでは十分でないことが分かりました。重症者の数はある程度抑えられておりますが、今のところ次々と現れる変異株の出現で、集団免疫の達成は困難なものと考えられます。今後も新型コロナウイルスは新たな変異株の登場と感染者数の増減を繰り返す恐れがあります。
そのような中でも過度に恐れることなく、基本的な感染対策を心がけていくことと、ワクチン接種を受けることが現時点では感染を抑える最も有効な手段だと思います。ご清聴ありがとうございました。